い、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月末、そして4月、5月の運勢天気予報をお届けしたいと思います。この3月末から4月、5月っていうのはとっても大きな星の動きがありまして、この4月、5月ももうギュギュッとエネルギーを凝縮させてプラスに持っていくことができますので、この数ヶ月で皆さんの意識とか状況はかなり変わるんじゃないかなと思います。そしてこういった大きな変化の時っていうのは、こうやったやっと来たみたいにこうエネルギーに乗ってどんどん変わっていくことができる方もいれば、なんとなくこう縁も知れぬ不安に襲われてこれからどうなるのかななんて思う方もいらっしゃると思うんですけれども、前もってどういう流れがあるかっていうのを知っておくことで予測もできますし、今の状況に合わせてこう変更することもできますので、この動画最後までご覧になって、何かしらこの数ヶ月を有意義に過ごせるよう役立てていただければ嬉しいです。それと今回ちょっと情報が多くなってしまうので、分かりやすく大きな流れから重要な流れから解説させていただきます。最後4月5月とまとめますので、また何度でもご覧になってください。それではよろしくお願いします。魚座の皆さんにとってこの春は人生の大きな区切りを感じる方が多いと思います。これまでやってきたことを卒業したり、新しい責任を担ったり、または体のメンテナンスをするのにもふさわしい時です。今は終了と癒しが行われる時期ですから、決して無理はしないでください。これまでのしがらみや制限を解かしていくには少し時間が必要なので、焦らずにじっくりゆっくり対処していってくださいね。インスタント的に素早くささっと問題を解決するのではなく、根本から見直して基礎から安心できる状態にしていくための時間が与えられているからです。そしてすでにある不安やプレッシャーを感じること自体が自分の強さを引き出してくれていると思います。時には投げ出したくなることもあるかもしれませんが、ことわざで可愛い子には旅をさせろとか、努力は勝手でもしろと言われるように、この時の経験は今後の魚座さんの土台となるものですから、逃げずに頑張って向き合ってみてください。魚座さんの今年のテーマは過去から独立し強さを獲得する年でしたね。まさにここからの3ヶ月はその渦中にいる感覚だと思います。想定外の出来事がいろいろ起きてくるかもしれませんが、忘れないでほしいのは、前回1月から3月までの動画でも解説した通り、実は見えない世界から安全ネットを張って見守ってもらっているような、次のステージへシフトしていくためのサポートが届いている時です。もうカルマ的な問題に悩まされたり、どうにもならないこととして耐えるだけの状況は卒業していくんです。ここからは自分の課題として時間をかけてこなしていく、その強さが与えられているのです。本格的には2024年からその方向性や状況が固まり、水面下で整ってくる流れですが、まずはこの3月24日から6月11日までの約3ヶ月をかけて、何か一つでも手放せたり卒業できることがあると思います。制限を感じることも、それが外れた時の清々しさを感じるためにあるのかもしれません。もし体調が思わしくないと感じていらっしゃる方は、これまで頑張ってきた自分をどうぞ褒めてあげてください。細胞はあなたという人を生かすために必死に戦ってきたからです。こんな体は嫌だとか、どうしてこうなっちゃったんだろうと自分を責める代わりに、体や細胞そのものに感謝の念を送ってあげてください。そしてここでしっかりメンテナンスすることで、自分の感覚はさらにバージョンアップします。魚座さん特有の芸術性や感性が際立ち、自分らしい表現ができるようになるでしょう。それが現実社会でも自分の価値やお金を生み出していくことにつながっていきそうです。そしてこれまで生きてきた人生そのものが次のステージへシフトする準備が始まります。3月25日から5月21日までは、火星のバイタリティが創造性やチャレンジを刺激してきますから、人生を楽しもうとなるか、何かを生み出したいとなるか、もっと感性を喜ばせて生きるというように、華やかでクリエイティブな力として生かされてくるでしょう。今の自分の身に起こっている出来事には全て意味があり、
それは自分への癒しでもあり、ご褒美でもあり、賞賛でもあり、また激励でもあるのです。しっかり自分を癒し、出来事を消化することで、自分の感覚を信じて新たな自信を見つけていくことができるでしょう。今何をするべきか、どう動くべきかのヒントはすでにたくさん与えられていると思います。まだ準備が整っていないと思っていらっしゃる方は、自分の思考の中で条件が揃っていないと思っているだけかもしれませんので、期間限定でいろいろ体験してみてください。宇宙は今ここから何かが生まれ、何かが始まるというタイミングを迎えています。さらに4月11日以降から軽快なエネルギーになっていきますので、すぐに行動に移せたり、思考が現実化していくスピードが速くなっていると感じる方も多いのではないでしょうか。特に4月11、12日あたりは、皆さんの心が浮き足立つような嬉しいことがあるかもしれませんので、この時は喜ばしい波動に満ちているんだと思って、自分の意識を心地いい方へ合わせるようにしてください。そして4月20日はおひつじ座で起こる日食、新月です。この日食は魚座さんにとって新たな収入源を見つけるような、自分の価値が増幅していく流れとして活かせそうです。日食は次の日食まで影響があると言われています。次の日食が10月15日なので、4月に携わったことや決めたことが10月までは影響があると言えます。この日食でする願い事は現実化のスピードをさらに加速してくれますし、ここから自己イメージが変わる方も多いでしょう。エネルギーの変わり目は3月から6月が強いのですが、それを過ぎたら運がなくなるということではなく、この時期に選択したことで人生のレールが変わり、来年に向けて準備や調整をしつつ、本当に必要な状況へとつなげていくんですね。今大事なことは、決して自分を責めないこと、過去の自分と比べて批判しないことです。素晴らしい変化の軌跡をたどっている真っ最中の自分をどうぞ誇りに思ってお過ごしください。少し戻りますが、3月22日の新月も大変重要な扉が開くタイミングです。もしやってみたいけど戸惑うなという気持ちがある方は、4月20日に覚悟を決められるかどうか、宇宙からファイナルアンサーを問われます。自分の直感を信じて判断し、意図してくださいね。その後、4月21日から5月15日までは、ビジネスやコミュニケーションを司る彗星が逆行しますので、多少勘違いが起きやすかったり、スケジュールの変更、延滞、交通機関の乱れなどがあるかもしれません。メールがちゃんと届いているかなど確認し、余裕を持った行動をするようにしてください。5月2日以降は、これまでの勢いから少し後戻りするような感覚、または環境に押し戻されているような感覚になるかもしれません。特に5月6日がサソリ座で起こる月食、満月なので、この時は精神的に少し迷ったり、何が本物かを試されたりするかもしれません。しかし、この時期の魚座さんは好奇心が強く、想像力にあふれています。奇想天外に物事が発展していく可能性があることを忘れないでください。5月15日以降は逆行していた彗星も巡行に戻りますので、コミュニケーションがスムーズになるとか、思った通りに物事が進むという流れを感じる方も多くなると思います。そしてもう一つ、5月の大きな変化としては、17日から発展繁栄を表す木星が牡牛座に入ります。魚座の皆さんにとっては、ここから好奇心が刺激され、学ぶこと、他者と関わる喜びが増してくるでしょう。行きたい場所へはもっとフットワーク軽く出かけていけるようになります。自分の中に眠っていた、こんなことをしてみたかったという思いを叶えてあげようという気持ちが湧いてくるかもしれません。このエネルギーは2023年年末まで続きます。運勢が私たちを幸せにしてくれるのではなく、自らの意識と行動で世界が作られていくのだとしたら、5月後半以降、魚座さんはまさに過去と比べない新しい価値観で人生を生きていくことになります。苦しみよりも喜びが強いことに意識して、自分を楽しませてあげてくださいね。6月以降に関しては、タロットリーディングと一緒に星の補足説明をさせていただきます。また新月や満月のエネルギーはショート動画でも解説していますので、参考にしてください。
自分を信じれば信じるほどうまくいく力は強くなります。今年の経験が一生の記憶に残るほどいいものになることを願っています。今回もご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。